FC ヒムきは、ロシア連邦、ヒムきのサッカークラブである。1996年、アマチュアクラブのロジーナとノバトールが合併して、創設された。サンブリーグに昇格した1997年に、プロクラブとなった。2005年には、ロシアファーストディビジョン所属ながら、ロシアカップ決勝に達したが、ロシアプレミアリーグのチェスカ・モスクワに0から1で、敗れた。 2006年のロシアファーストディビジョンで優勝を収めたことにより、2007年にロシアプレミアリーグへ初勝を獲得した。2008年12月、経済事情を理由にサトルン・ラメンスコーへとの合併を発表、メンバーは半々ずつ引き継がれ、チーム名はサトルンに統一されることが決定していたが、この件は白紙となり、 引き続きロシアプレミアリーグでプレーすることになったが、2009年シーズンは開幕から低空飛行を続け、初勝利を挙げたのは2009年7月10日のサトゥルン、ラメンスコーエ戦だった。同年8月2日の FC ディナモモスクワ戦から連敗を重ね、10月24日の FC スパルタク、モスクワ戦で敗戦したことを機に、シーズン終了を待たずにロシアファーストディビジョン降格が、 決定した。最終的には、最終節の FC ロコモティフモスクワ戦でも敗北を喫し、リーグ戦15連敗と不名誉な記録を残して、ロシアプレミアリーグを後にする。その後は、カブリーグでの戦いが続き、2012-13シーズンには、ナショナルフットボールリーグで17チーム中16位に、沈み2000年シーズン以来となる、ロシアセカンドディビジョン降格が決定。 3シーズンの間、セカンドディビジョンに在籍した後、2016から17シーズンに再び、ナショナルフットボールリーグへの昇格が決まった。2019から20シーズン、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、第27節時点をもって最終成績とし、シーズン打ち切りを正式に発表。この結果、第27節時点で2位だった。 ヒムキは2009年シーズン以来のプレミアリーグ復帰を果たした。2020年7月25日、2005年以来2度目となるロシアカップ決勝に達したが、FC ゼニとサンクトペテルブルクに0の1で、敗れ悲願の初優勝はならなかった。FC ヒムキの選手たち詳細は、カテゴリー FC ヒムキの選手を参照。ありがとうございます。